はい皆さんこんにちは村長です昨日は e ージー k e y s 2これの発売ということもあって早速動画を上げましたたくさんの人に見ていただきましたありがとうございます今日はですねその中で目玉機能ということでサジェストコードこれを説明したんですけれどもその時には話さなかったもっともっと初心者もプロの人も とっても参考になるこのサジェスト機能を深掘りしてみたいと思いますまずもう今後はコード進行この作り方自身が変わるというほど素晴らしい機能だなと思います今スタジオワンの画面の上の方にですねこのようにコードを入れてあります上級者の方から見たらなんと粗末なコードそんな風に思われる方もおると思います でもこれでいいんです。もっと言えば、C、Am、C、Am、そんな連続でいいわけです。今、16小説入れてあります。例えば、トラックを適当に作ります。新たなインストゥルメントトラックを作って、そしてこのコードを下に持ってきます。このように、DAW にコードトラックという概念がない人はですね、昨日の動画でもやりましたように、 僕のコード指南ソフトこれなんかを無料ですからうまく使っていただいてなんせコードはめちゃめちゃでもいいからこうやって1小節に1個のコード進行を作るここからスタートでいいですアイデアも0でいけますどういうことかというと別にこれは必ず結合する必要はないんですが一応結合しまして今トラック3という名前になっています これをスタジオ1の場合右側のまあインスルメントとかエフェクトとかある中のファイルというところに出しますがスタジオ1以外のユーザーの方はもう直接 EasyKeys2 のここのトラックに持ってこれますスタジオ1だけは悲しいかなちょっと MIDI の構造の持ち方が違いますので1回ですね書き出しをする必要があります この書き出し方法は例えばここにデスクトップがあります僕の場合この MIDI テンプというのを作ってありますのでこの MIDI テンプのところに引っ張っていってで最後の話す手前に Alt キーを押します Alt キーを押さないとですね MIDI のループとして保存される場合がありますのでこのようにして最後は Alt を押しましたそうしますとここにトラック3 の2番ですね前にトラック3というのが作ってあったみたいですのでこれをですね e ージー k e y s の下のソングトラックに引っ張ってきますまずはどこにでもいいです e ージー k e y s の場合はちょっとこの画面が占有するところが大きいですのでこういうところにしか入れれなかった人はこうします間違いがないか確認します はい、CF で始まって CG、はい、このようになってるんですがじゃあこれじゃあ全くおしゃれなコードでもなしコード進行が本当に単純ですよねこれを昨日お話ししましたサジェストコードこれを押すわけですねそうしますと昨日のお話では例えば C があって次の F を Am に変えると。 そうしましたらそこ以降がまた次の候補はどれがいいんだよっていうことでじゃあ F7 にしてみましょうはいこのようにどんどん変えていけるわけですそして昨日お話をしなかった一つの機能にこういうロック機能がありますもうここは変えちゃ嫌だよというところです例えば、先頭。 波長調の場合キーが C ですから先頭と最後は C で始まり C で終わるとかそういうことをやりたい方はですね先頭は変えないでとかいうようなこういうロック機能というのがありますのでこれも使ってみてくださいそうしましてここでこうしながらコードを考えていきます考えてできたと思えばここにも 書き込んでいっていますのでここで再生をしてみましょうはい、このようにできますねこれでちょっとイメージがわからないという方は一旦サジェストコードを終わりまして リプレイス MIDI の機能でですねやっぱりフレーズを入れて確認しましょうはいこのフレーズを入れてみますこれでもう一度確認します このようにですね、コードが置き換わってとっても素敵なコード進行が得られるわけです。今日のお話はこのサジェスト機能だけで一本の動画を撮ります。他の機能はまた次の機会ということにしまして、今度はですね、もう一度サジェストコードを押します。これから言うことは本当に世界がひっくり返るほど便利なことです。これはどのようにするかというと、 セレクトオールというのを押します全部書き色になりましたそして上の書き色になっているところは今下にあるコード進行です例えば今はジャンルというのがポップロックカントリーというふうになっていますここでジャンルを切り替えることもできますちょっとゴスペルというのにやってみましょうそうするとジャンル自身を変えれましてそしてここでチェンジコード というのを押します。先ほども言いましたように、先頭の C だけは変えてほしくないということがもしありましたら、これにチェックを入れておきましょう。この状態でチェンジコード15個あるよということになっていますが、これを押します。はい。するとですね、コード進行を自動でやってくれたんです。今度はこれをもう一度押すとですね、もう一度考え直してくれる。 これが何度もできますので、このように変わったコード進行でまた聞いてみる。はい、これもすごいですよね。でも、まだすごいことがあるんです。 そうしまして一旦このサジェストコードというのを終わるとですねもう一度押すると今度は今の状態が一番上に並びますそして今は一小節に一個だけでしたよねでもコードの割り振りまで全部考えてくれるという機能がありますそれがここのコードリズムですこれをレギュラーというのを選びますと コードもチェンジするけれども、コード進行の刻みまで割り振ってくれます。ちょっとやってみましょう。どうなるかよーく見ててください。本当に革命的です。今はこんな風にコード進行が少なくなりました。次、もう一度押します。はい、今度はこんな風にまた割り振ってくれました。じゃあこの状態で聞きましょう。 このようにコードを食ってくれたり食うというのはその小説の手前からやるとかですねもしくはフィルのようにコードチェンジを経過音のような形で入れながら割り振るいろんな割り振りがありますけれどもこれもう一回押してみましょうまたこんな風に変わりましたもう一度聞いてみましょう 今見てわかるように28個に分かれていますこの状態でまたやってみましょう今度はこれをジャンルももう一度変えてポップロックに変えてみますそしてここの割り振りをレギュラーそしてこのスローというのは何かというと2小節に1個とかいうふうに今度はコードチェンジ自身をスローにしますはい4つに分かれましたよね で、またここからレギュラーに戻しますそしてやりますこのような形で2小節そして2小節そして3小節目と4小節目は4小節目が杭が入っています自然なコード進行ですねこの14小節目にも杭が入っていますこんな感じになるとどうなるか まあせっかくですのでちょっとまたこの弾き方も変えてフレーズですねこれを変えてやってみます。でチェンジこれで聴いてみましょう。 これでまだサジェストをやってみましょう。レギュラーでもっとコード割りを面白くやってみます。今は12のコードに割られていますが、今度は16に変わります。これで通常のレギュラーっぽくなりましたね。もう一度押します。はい。今度も割り振りが面白いですよね。これでなおかつですね、こうやっといて、 リズムはキープカレントにしておきましてそして今度はコードを変えていくどうですか素晴らしいですよねやるたんびにちょっと聞いてみたらいいわけですじゃあ今日のおさらいをします。 ここから重要ですから皆さん飛ばさないで最後まで聞いてくださいね皆さんの中にはコード進行先の人がいててそしてその後メロディーを考えるという方もおられるでしょうもしくはメロディーを考えてそしてそこにコードをつけていくという方もありましてその大きく2つに分かれるはずですコード先の人は 今まで話したことでやってくれればいいですけれどもメロディー先の人はですねどうすればいいか実用的な話としましてはこのようにメロディーがもうできてたと仮定しましてこのコード進行は今あるような簡単なダイアトニックコードコードというのは基本は7つのコードがあれば大抵の曲はできるようになっています。いわゆるドレミアソらしい このですねコードに当てはまるダイアトニックコードでですねやればマイナーセブンとかですね指す方とかそういうのはいわゆるテンションコードとかそういうような呼び方をしたりしますけれどももう単純にまずはあまりおしゃれじゃないなと思ってもこのように簡単に入れてみてくださいそうしましてそれをミディにしますそしてを イージーキーズ2のトラックに入れますそしてサジェストをやっていきます。サジェストができたらどうしたらいいか。今度はこれを一旦消しまして、そしてこのコードをここに書き戻しします。そうしまして、これを上に上げればコードが分析できるわけです。でも、この時にもっといい方法があります。 今ではこのメロディーが入ってしまっています。これではなくてですね、もっと簡単にこのグルーブスでもっと簡単な基本の基本になるようなコードを入れます。そんな時はこういうのをリプレイスミディで入れ替えるとこのように単純な弾き方になります。こういうのをお気に入りに入れておくと いつでも出しやすすくなりますそしてセーブチェンジとしましてそしてこれを入れ替えるとですねはいこのようにとっても単純な演奏になるわけですこれを上に上げるとですねコードのところに切れ目がないようなはいここ CGAm D7 そして C+4 ですけどちょっとこのコード分析が変わっておりますけれどもこんな風な形でコード割りがちゃんとできるようになるわけですいわゆる単純に引くこういうものを電体の中からですね選んでおいてこのお気に入りにするとこうやってすぐに出してくることができます いわゆる白玉和音に近いものを入れるとこのコード分析が EasyKids2 とのシンクロこれがしやすくなりますのでこれも工夫の一つです上級者の方はこれを覚えておくとですねとってもやりやすいですしなんかこういうこと自身がもうパソコン苦手だから難しいなと言われる方はですねまあこれを見ながらもう一度 打ち直す。例えばここで言う CsusMaj7 でしたからこれを C そして susM7 これまた表記の仕方もちょっと違いますけれども、まあ、こういうふうにでもこの僕の動画をですね何度も見直していただいてですねコンピューター難しいなやり方覚えられないなじゃなくって ぜひとも覚えてていいただいてですねメロディーから先に作る人はこのようにしてコードを戻してもらうとですねそのメロディーに合ったコードを入れるもうメロディーができてるわけですからですねそれに合うコードをサジェストの機能でですねもうここは変えてほしくないというところがメロディーからやる方はあると思うんですねここの Am の Am ところが ちょっとトリッキーにやりたいなと思うような人はそこだけをですねこうやって変えるという方法も一つだと思うんです。Fmaj7 に変えるということですね。そういうふうにしながらまあここ後ろも変わってしまいましたが変わっていけないところはロックしておいてくださいね。このようにしてやれば1個のコードだけのサジェストもやってもらえる。 こういういいい応用をやっててただいてですね、このサジェスト機能を存分に使って面白いコード進行を作るこれは EasyKit2 だけではなくってコードトラックに書き戻したこのコードはですね他のストリングスとかそして UJAM のコード進行とかそういうものにも使えますのでですね是非ともこのやり方を覚えていただきたいと思っています。 今日は EasyKeys2 に新搭載されましたサジェスト機能、それの概略的なものは機能の動画を見ていただければいいですし、この機能を深掘りしまして今日は解説させていただきました。村長スタジオでした。